はい、えー、皆さんこんばんはえっ、ー、と学生の皆さんなんですもんねあの非常に嬉しく思いますあの若いね皆さんに見ていただきたい映画でもあったので、えー、今日は短い時間ですけどよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずはですねこのニュース私の方からお伝えさせてください昨日発表になりました第36回東京国際映画祭でコンペティション部門に出品されていたこの映画「性欲が」見事「 観客賞と最優秀監督賞、ダブル受賞しましたこれめちゃくちゃ嬉しくなかったですかど,い<や>どうでしたどうでした嬉しかったです、すごく連絡来たときに喜びましたねあのーまあ。のま 岸監監督のね監督賞もうこれイコール作品賞だと思いますし何よりも一番嬉しいのはやっぱ観客賞なんですよねどの映画祭でももちろん最優秀作品賞とかありますけどやっぱ観客賞が一番もらったあの参加した僕,た僕らも嬉しくて観客の声が一番大切だと思うのでそういった意味では本当にあの2つともダブル受賞ということでいいスタートが切れるんじゃないかなと思ってます。<laughs> まだ監督には連絡とかしてないんですか?。あ、もうすぐ、あの、連絡しました。お、ど、どんな感じで連絡しますか。あのおめでとうございますって。あの、いいスタート、本当に今言ったように。性欲公開、前に、このような形になって、いいスタート切れそうですねって、あの、連絡しました。 そしたら監督どんな感じでし,そしたそらあのすぐに連絡来なくて次の日の早朝に「すいません爆睡してました <laughs> 連絡遅くなりました」って <laughs> なんか現場がクランクアップだったみたいで別の現場がそれで僕は夜に送ったんですけど全然帰ってこないなと思って朝起きたら「すいません爆睡してましたごめんなさい」みたいな「現場で」みたいな「お疲れのところすいません」みたいな送ってん監でも本人は喜ぶ間もなくその時は寝ないなていてたんだろうなっていう忙しさし しいなと思いましたね。まあでもその辺もちょっとなんか監督っぽいこう人柄が出てくるほっこりするエピソードというかね。そうなんですよ。なるほどそういうところが可愛いんですよね。<ねえ S 2> 監督ね。はい。<laughs> 見事ダブル受賞しました。さあこの声欲皆さんご覧になったばかりということで、今からですねその磯村さんに、あの SNS で事前に募っていた質問これをぶつけていきます。あと見終わったばかりのお客様からぜひこれ見終わったばかりの感想。ああ確かに。 質問もまあ交互にこうね受け付けていければというふうに思っておりますので皆さんね考えておいてください。じゃあまずは SNS から一個いきますよ質問。ありましたかあともう一つ吉道を演じて物事の考え方や捉え方に磯村さんの中で変化はありましたか、うん、えー、っと見終わった後に。 僕はすすごくこう温かい気持ちになったんですねあのもちろん突きつけられる現実っていうのはすごくこうどしっとあの,のしかかってくるんですけどあのでも僕は吉かまあ吉道を演じてるからだとは思うんですけどなんかまあ夏樹と出会って自分のことをこう認めてもらう存在っていうんですかね。 なんかそういう人が近くにいたんだっていうのを見て僕は自分自身をとににかく大切にしよようっってすすごい思ったんですよねあの,自分の持ってる価値観とか、まあ、それこそ隠したいこととかマイノリティでもいいんですけどそれをまずは自分が認めてあげてあの大切にしなきゃなって僕はその参加してそして見終わった後に。 思いましたね。改めて思ったう<ー>そうか。ご自身が撮影したところ以外のところで、まだしも、初めてそこで見るシーンも結構たくさんあったわけですもんね。そうですね。ありましたね。<ー>だから、あのー、本当に。映画でも、全員登場人物全員が、ものすごくこう魅力的に。映ってる映画も、そんななんか僕は少ないんじゃないかなと思っていて。その中で性欲は、参加者全員が。 本当に輝いてて見えてそれは岸監督の,あのまあ撮り方であったりとか編集もそうだしあとは演じるみんなの多分最後まで生ききったからこそ出たもんなんだろうなと思って本当にみんななんかすごく素敵だったなって愛おしかったなって思いましたね。 まあもっともっと一人一人をもっと掘り下げた感じの作品スピンオフっていうん,なんかいろいろ見てみたいかなぐらいのキャラクターの魅力的なね皆さんがね。お客様からもちょっとじゃあ一人ちょっとあの感想質問とかある方いったあっいきなり上げたかはいはい。今学生 院に通っているんですけれども映画を見させていただいて想像以上に深いい内容でししたたありがとうござま1点お伺いしたいんですけど撮影での秘話をお伺いしたいんですけどあの奥さん役の新垣さんと一緒に水のシーン動画とか撮り合ってたじゃないですかあれすごい濡れたりとかもしたのかなって思うんですけど実際のシーンってどんな感じだったのか撮影現場お伺いしたいです。 いい質問ですね。<laughs> 来ましたね。来ましたね。なんかちょっと大学の講義みたいな感じですよね。<laughs> そうですね。<laughs> なんか、確かに。でも、講義する価値なんてないですから、僕には。いやいやいや。えっと、そうですね。あそこの。夏希とのシーンは。あの、ものすごく楽しくて。あの、結構、何テイクも撮ったんで。すごい、お互いびしょびしょになりながら。あの、動画を回してて。で。実際に、カメラを。僕らも渡されて。これも。 あの後で使うからいい角度で撮ってねってプレッシャーをかけられたんですよ <laughs> はいはいだからちゃんと新垣さんを美しく撮らなきゃと思って <laughs> <laughs> ちょっとそれも考えながらやってましたけどね <laughs> でも自分もちゃんともちろん演技やってるわけですよねだからまあ新垣さんというより夏希をそをいい表情を抑えようっていう考えであの撮ったりしてましたねだからお互い撮り合ってましたね 相当はい、はしゃいでました。はい、見ててもすごく楽しそうな2人でしたけど、<うん S 2> 本当にやってても楽しかった。楽しかったですね。<あー S 1> で、水のあの蛇口ってあの公園の蛇口ってちょっと回しただけでバーって出るんですよ。で、その調整が難しくて、あの最初テストかなんかにやったときに回しすぎて、もうすごい上まで行って、木までなんか木の葉っぱにかかっちゃって。 全部それがかかっってきちゃったんですよ水がそれだとあんまり絵的によくないからもうちょっと押さえてくださいって言われて本番えとめちゃくちゃビビったんですよ僕がピュッて出したらヒュッしか出なくてもう一回みたいな,なんっほんとヒュッしか出なくてさっきめっちゃ不いじゃんみたいなこの蛇口の加減みたいなのはありましたねなるほどであれはもうじゃあまさにぴったりのとこにグッてなったってッてだからもう感覚でもう次はもうしっかり切ってましたなるほどねめっちゃ怖かったです <何>いい質問いい質問いい質問,いい質問でしたありがとうございますじゃあ次は SNS からいきますよこれねこんな質問が SNS に寄せられておりました「あってはならない感情などこの世にはないから」という、ね、印象的なセリフがありました磯村さん「こんな感情が自分にあったんだ!」って驚いたことって今までありますかっていうええー、いやー割と自分は何ですかね 沸点低い人なんで。そうですか。うん。<はい S 1> だから。こんな感じなんですよ。普段から。<laughs> だけど。なんか。なんですかね。あるかな。でもなんか今まで結構。あの一人でいる時間とか好きなタイプなんですね。で。人に誘われても。教育の嫌だなと思って。ごめん、行けないわってやって。たんですけど。<はい S 1> 最近。 なんか人が恋しくなって人に会うことがだからそのなんか感覚って今までなかったんですその感情がそれはびっくりしてるかもしれないですなんか誰かと一緒に出かけてみたいなとかなんか出かけたより会いたいなみたいなご飯行きたいなみたいなランチ行きたいなみたいなランチ行きたいな行きたいな <laughs> みたいなそれ,それ役者仲間とかだったりとかそうですそうですとかかなあまあ人うんなんかそういうの多いかもしれない

高校2年生。<あ>高校えっと今回のこの試写会が、えっと、東京国際画祭で一度見させていただいたので<あ> 2>, 2度目だったんですけど、えー、すごい内容があ正直最初難しかったんですけどさらに今回深,深く理解できたなと思ったんですけどえっと質問がそのさっき。 出会いたかった人が、近くにその夏木みたいにいたっておっしゃったんですけど。その磯村さん自身が、その学生時代とかに。あ、会えてたらよかったなみたいに、思う人、思うような人っていますか。ちょっとっ、なんか映画ライターの方の質問みたいですね。ですね。今、高校2年生と思えないですね。<laughs> え,ー、え高校時代、まあ、学生の時に、出会えときたかったなって人ですよね。 <laughs> 先生困ってる今こういう質問なかなかないですからねグッときましたねいやグッときましたねでもどうですかね結構僕はその友達とかにかなり恵まれてきたんですけどそう思うとよくこうドラマとかで登場してくるあの熱血教師みたいなのいるじゃないですかあれって皆さんの周りにいます いたって熱血教師も超熱血いたとかってああいるゃんいるんだああいる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 かものすごく寄り添ってくれる熱い先生みたいな人はいたいる人もいるか僕そうういい先生なかったんですよそうですかんかそれほどよく見る熱いなんか感じこう昭和気質な感じの「クックスんなお前」みたいな先生に出会ってなかったんでそれはなんか僕はちょっと会ってみたかったなっていうのはあるかもしれない結構僕は 先生とこうぶつかることもあったんでなんかそんな時にこう気を許せる先生っていうかがそばにいたらまた違う価値観が生まれたんだろうなとか学校生活の感覚も変わったんだろうなって思うんですよねうんでも今その人がじゃあ絶対必要だったかっていうとそうじゃないかもしれない自分の今の人生も満足というかいい方向だと思うんで。 そういちなみに高校2年生の方はなんか今出会いたい人とかってこんな人と出会ってみたいとかってあるんですか,なんか人生でうんこの先出会ってみたいこんなん、まあ、先生じゃなくてもいいんですけど難しい急にごめんね急に聞いちゃって難しかったかな,な,かたかなこういう人がいたらいいなとかねえ

来ておりまますすこね磯村さんにとって「BOUNDY」の主題歌に引っ掛けて「あの呼吸のようにうん、うん、なければならないものって何ですか?」ってうわ呼吸のようになければならないものはい、人人人人、はい、やっぱり一人では生きていけない <laughs> <laughs> と思う。<laughs> っていうか結構自分一人であの生きていけるところもあるんですけど結局はそれはもう家族でもいいですし例えば先生とかもそうだし友達もそうだけどその周りの人によって自分の人格とかあの行動とかって結構変わってくるなって思っているんですよね。そそれれが環境ににななるのかもしれないですけどそう考えた時に 人との出会いっていうのはなくてはならないものなんじゃないかなってすごく思います。それはやっぱ自分も学ぶこともあるし、相手が自分の自分を通して学ぶこともあったりするので。 人との出会いは何かなくてはならないんじゃないかなって思いますね、うん、それさっき言ったなんか最近人に会いたくなったとまたそれとは違う特に、うん、そうですそれとはまた違う僕もこう学生の頃にえと劇団に入ったりして本当に70代の人とかの本当年配の方と出会って今があったりもあるしえまあ仕事でねいろんな人に出会ったりしてっていうのもあるんで。 またなんかその人に会いたいなとは違うんですけど、うん、それによって僕もいろいろ変わってきてる部分もあったりするから、人との出会いは本当なくてはならないんじゃないかなと思いますね。うん、人わかりました。じゃあ客席でああじゃあじゃあそういういきましょうか。ね今人通ってたらなんか手を叩いてらっしゃいました。あじゃあマイク遠いですすいませんね。じゃじゃ渡していただいてま回していただいてごめんなさいね先のね申し訳ないちょっとはい。 学生さん、何年生？大学四年生なんですけど、ともともとあの佐村さんファンで、ありがとうございます。あの感想聞きましょうかこの映画。感想えっと佐村さんのすごい声が好きで、あの声のを聞いてて私もわってなってましたずっと。ありがなるほど声がとにかく好きそれでもいいんです。いいんです。質問いいですか？もちろん。なんか。 えっと、ファンあの芸能のお仕事を磯村さんはされていて、えっと、今回演じられたのはこう欲をこう消費する側だったと思うんですけれどもなんか磯村さんのお仕事ってある種こう欲の対象だというふうにすごく感じていてなんかその今回演じられた欲の消費者って部分と本来のお仕事であるこう欲の対象者 っていう部分でなんかこの俳優っていうお仕事に関して何かこう思ったところとかなんか視点が変わったっていう部分とかってありますか学生の皆さん質問 <laughs> 面白いですね樋口 <laughs> これ欲の消費者と欲の対象者ですよそれを一人で今回はね樋口、まあ、そうですね えー、ライターとかやったほうがいいよ <laughs> あ大学4年生だから僕これからね将来のことは考えて、ね、面白いですね、はい、えー、確かにあの僕らの仕事はね対象者になりますよね欲のでうんだから今よくね僕は嫌いな言い方なんですけど僕たちはよく商品って言われるんですよね 僕はこの言葉大嫌いなんですけどでも商品って結局消費されるものだし、まあ、例えばそれが食べ物だとしたら食欲の対象にもなるしう買う欲の対象にもなったりしてだからそれは仕方ないことだと思っていて消費されていく仕事だし誰かの欲の対象になる仕事っていうのは、まあ、僕,ら僕の中でも割り切っているというかだからこそ。 まあ商品のその言葉を皮肉としてんだろうな生かすとするならばちょっとフレーバーを変えつつ長く愛される商品でいたいなと思うんですよねもし商品という言葉を使うのであればねだからなんか消費される生き物である限りえっとゼロにはさせないみたいな。 そういう考えでやってるって感じですかね。ちょっと難しいですかね。合ってんのかな。いやでも質問がガチできてるからもう完全にガチ。いやガチで。もうそれはだってなんか変にね丸くしすぎてもう嫌じゃないですか言葉 <laughs>、うん。いや,いや今僕言葉選びたくないんでまっすぐ伝えましたけどちょっとまあそっか記者さんいましたね <laughs>。<laughs> 今もうね指がカタッ <laughs> カタカタカタまあいいですよ全然書いていただいてそれは、えー、うんだから。 そこはもう覚悟してやってるからだからこそ消費されないようにやってるかもしれないうん君もそれはメンタルフィジカル含めて自分の価値含めて守りながらやってますねそういう考えでいますはいよろしいですかせっかくだからお客さんいろいろね質問あったんでちょっと感想です。あじゃあそのじゃあ後ろのあじゃあその白い服の方いきますかはいはいまだもうちょっと時間ありますからねいきますからね次もね、はい行きましょうじゃあまず映画の感想からいきましょうかはい はいえっと、今回こういう試写会っていうもの自体が人生で初めてで,で大好きな磯村さんの試写会に初めてで参加できてよかったなっていうふうに感じます、うん、ありがとうございます映画はなんか終わり方がすごい難しくて映画終わった後でも考えさせられるようなものだったなっていうふうに感じました、うんうん、で質問はすごい前回の方とかが <laughs> 難しい質問だったらなんかありきたりになっちゃうんですけど その撮影で一番印象に残ってるシーンとか楽しかったシーンとかをお聞きしたいなというふうに思います。え。夏樹とあ再会して、えー、と一緒にこう暮らし始めるところはあの結構朝起きてお互いが。 部屋からでリビングに集まってそれぞれ自分のことをやるみたいなそういうシーンだったんですけどそこ結構監督があのカットかかけなかったんですよずっとだいたいここで終わるだろうなって台本上では「ここまで」って書いてあるんですけど一向にカットかけないんですよだからまああそこって正直もうアドリブになってくるわけですよ。 でももやりすぎてもダメいわゆる日常としていかに自然に自分たちのやることをやれるかみたいなところででカットかかんないなで僕はトイレに行くっていう動きがあったんでトイレに行ってカットだったんです本当はでもその間もずっと回してたんですよだから俺はトイレに実際に入ってあこれ続けた方がいいなと思ったから かかななぜかかわんいですけどトイレを流すっていう作業をして <laughs> 一応音までリアルにしといた方がいいかなと思って音流してトイレから出てきてっていうような動きにしてで新垣さんも新垣さんでずっと自分で動いたりしてたんであれはなんか結構ヒヤヒヤしましたね。あ何しようみたいな 確かにトイレ行ったら次何やるかなみたいなでとりあえずキッチンでなんかコップでも探すかみたいなすかすっごい頭を使ったっていう印象がありましたね<ー>なんかだからドキドキしましたあのシーンはでも多分そういうところを監督が撮りたかったんでしょうねなんかそうなんですよね何 <laughs> <laughs> で,でその支えくんですか君い,<や> <laughs> いや岸さんが結構、はい、あのカットをかけない人っていうのは分かってたんですけどまさかここのタイミングに来ると思わなかったんで。<laughs> 大体わかるんですよ。あ,あのここカット多分あんま早くしてこないなっていう時はわかるんで、大体構えるんですよ。考えるんですけど、そこは本当に油断してましたね。超何気ないところでいきなり長回しになって、長回しになって、<ー>うわみたいな。なまあありました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ますじゃああとにもあ、じゃあ,あそのその白いなんかあの早方早かったご,ごめんなさいね。あともう一問ぐらいこの後行きたい。 映画の感想としてはあの夏木さんと吉道さんが出会ってからの2人の変化がとても細かく書かれていてそれが素敵だなと思いました。うん、ありがとうございます質問としては私が一番感動したシーン心に響いたシーンがありまして、えっと、ベッドの上であの2人が抱きしめ合った時に「あ,あ私ここにいてもいいんだ」っていうことを多分夏木さんがつぶやいたと思うんですけどそれって多分誰しもが かけてほしい言葉だと思うんですよね。あなたはここにいていいよって。もし磯村さんが生きてきた中でとかけられて嬉しかった言葉があったら教えてほしいです。お願いします。なんて素晴らしい感想と質問なんだ、ね、本当に、ね、素晴らしい。いい結び結び方ですよね。<laughs> こう持ってき方が。<laughs> はい。ええー、そうですね。何かな。 あそうですねなんか難しいですねど,どれだろうななんか僕はそのヤクザと家族の時に、えー、藤道寿人監督からその監督と役者は 夫婦って言われたんですよね僕はその言葉がすごく残ってて夫婦だからこそぶつかる時もあるし理解し合える仲だからだからそうやって歩んでいきたいって言われた時になんかふと肩の荷が下りたというかもちろんなんか、ね、現場を動かしたのは監督だから役者は監督の、ね、指示に従うのもあるんですけどそれだけじゃなくて。 役者からもちゃんとこう話してもいいし、相談してもいいし、まあ、そういう中でいようよっていうのがすごくいい言葉だなと思って、それは監督と役者の中だけじゃなくて、もちろんスタッフ間であったり、役者の先輩ともそうだけど、そういうふうに、あの、ちゃんと話し合っていこうよっていう考えが、僕はとても素敵だなと思って、だから、結構昔の時代って一方的に。 上司からの言葉とかを全部鵜呑みにしてやらなきゃいけないとかそういう時代だったけれど今はもうそうじゃなくてやっぱもういろいろ若い子たちもちゃんと意見を言っていい場がちゃんと作られてきているからこそなんか一緒に作っていくっていうことを意識していかなきゃいけないなって監督と役者は夫婦夫婦夫婦はい。 最後にもう一問ぐらい,いこう、ああじゃあごめんなさい、そのそのはじ,じゃあそのえっ、ー、とお隣のそれそのその,その方その方,その方、はい、申し訳ない、これ時間、はいはい、今大学生、大学三年生です,ですか、はい、えっとこの映画を見ている間にずっと考えてたのが、その自分の欲をに正直になった時に、それをなんかどこからが犯罪でどこまでが政府なのかっていうのをずっと考えながら見てて。うん それが線引きはすごく難しいなって思ってて思私はその人を傷つけたり何かその誰かにあの迷惑をかけたら犯罪になるのかなって考えたんですけどでもなんかそでそのこの映画があの皆さんに届いた時にその理解の仕方によってはなんかその犯罪になっちゃうことも認められるって思う人もいるのかなってちょっと怖くなったんですけどでも なんかそ,のそうやって考えてることが自体がそのどこからが犯罪でっていうことを考えてみる見,見れたので私はだからこの映画はすごくたくさんの人に届いてほしいなって思ったのが正直な感想です。えー、っと質問はは磯村君は 何フェチですか質問急に違いますよな <laughs> びっくりした <laughs> やっぱりびっくりした <laughs> びっくりした今びっくりした瀬村さんはどこからが犯罪でどこからがって来るのかと思ったら今 <laughs> どっからねどう思いますかってことだ答え難しいなぁと思って何フェチですかってきて急に,き急に最後ふわっときましたね今 <laughs> びっくりしましたね,ね <え S 2> <laughs> でも俺のフェチも場合によっては方に触れちゃうかもしれないもんね。<laughs> もうまわかりませんよだから。<laughs> ええと、あの僕は匂いですね。香りが好きごすごい好きなので、嗅覚が僕鋭いんですよ。あ、そうですか。だから街歩いてても、あコーヒーのなんか匂いするなと思ったら、なんかスーっと行っちゃうし、なんか中華料理屋のなんかラーメンっぽい匂いするなと思って、じゃあ今日夕飯中華食べたいなってなったら、マップ見ずにあの。 匂いだけで仲介さんに行けるんですよ。<laughs> じゃあ明らかに歩き方が多分こういう感じいや。やだってますね。えー、顔先行で。えー、<laughs> それぐらい僕匂いに敏感です。だからすごいいろんな通りすがる人の匂いとかも見あの買いであいい匂いどうで思ってこう見ちゃう時もあります。<laughs> に普通に。<laughs> そうか。普通うなんか見た目とかではじゃなくて匂いでこうやって振り返る。匂いですね。だから僕目つぶってても。 多分、あの、こうやって、やりながら、歩けると思います。あ、それはないな、ごめん <laughs> なさいです。それはないわ。それはなかったわ。<笑><笑>匂いフェチ。匂いフェチですね <laughs>、ええ。<laughs> 最後にふさわしい質問でした。とても素敵な感想ですし。ねはい、うん、これは、なんか、三十分ぐらい話したい内容でしたね。 ちょっっと時間短かったですもうお、ね、時、ね、間来てしまいました,ましまました最後にね今日ま,まさにねこの映画を見終わったばかりの学生の皆さんそしてこの映画を楽しみにしている皆様に一言い言だいてもいいですかはいえー、と本当にあの今日ねこの夜の時間帯に、えー、わざわざ応募してくださってそしてこの性欲をね、えー、見ていただけたことをとても嬉しく思いますあのまあ数人しかちょっと感想は聞けなかったですけど学生さんたちの見ている視点っていうのがうんと大人のなんかこう 僕らの世代と近い人とまた違う感覚でなんか見ているんじゃないかなとも感じたしあのとてもあー感度が高いなと思いましたその映画を見る感度を含めて多分世の中の切り取り方ももしかしたら僕らの世代よりもっとなんかアンテナを張って見ているような気もしたのでなんかそこが今の皆さんの世代のなんかとても強いところだと思うしこれからの時代を絶対皆さんがあの この日本含めですけど、築き上げていくので、なんか僕はすごい心強いなって、あの、この皆さんを見てね、思ったんで、僕は僕なりに、ちゃんとあのみんなが生きやすいように、あの、しっかりと開拓していきますんで、あの、頑張んなきゃなっていうふうに思いました。えー、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。